やばい、あ、待って、めっちゃ見えてない、あ、違った、めっちゃ斜めってる、ごめんなさい。全部コメントがさ、おかしいことになってるよ。やばい、バグってコメントが見えてないけど、こっちの携帯で見てるから、ちゃんと安心してみんな。生誕T シャツどこで着ればいい？それはなんと皆さん知ってますか、 SKE 劇場にですね、お客さんがなんと入ることになったんですよ。ということ知ってますか、皆さん何人でしたっけ、40人でしたっけ、多分合ってると思います。40人お客さんが入るということで、その時にぜひ来てくださると嬉しいです。何の公演だっけ、ラムネだっけ、逆上がりだっけ、ラムネかな、なんかラムネの公演の時にも、あの私の宣伝品を着てる方が2人ぐらいいらっしゃって、すごいわあ嬉しいって思いながら見てた。あと逆上がりだっけな、なんだっけな、なんかの時にあのいて、すごい嬉しかったんですよ。ありがとうございます。これ縦横にしたら治るってコメントあったんだけど、ほんと怖いんだけど。あ、治った、天才、ありがとうございます。本当に治った、信じなくてごめんね。治りました。どうしようかな、何分で終わりにしようかな、お腹空いちゃったんだよな、半とかに終わりにしますね。あくびしちゃった。年々生誕 T シャツのレベルがすごいことになってるんだけど、そうですか、今回はだいぶ抑えたと思うんですけど、自分的に。すごいみんなコメントしてくれて嬉しい、なんかいいんか、友達とお返事感覚で返してるから嬉しい。この時まだもっと黒い時なんだよ、髪の毛で、今が一番明るい、こことかやばいもんね、なんかすごい明るい。これ何の髪型にしようかなって楽しみなんだよね。うん、ハートありがとうございます。これいつになったら名前呼べるようになるんですかね、せっかく投げてくれてる人はね。また暗くしますか、でも暗くもしたいし明るくもしたいしっていうわがままなので、なんかその時の気分に合わせてしていきたいと思います。でも結構私飽き性なところあるから、暗くするかもしれない。でも暗くしたらまた次明るくする時にブリーチしなきゃいけなくなっちゃって、髪の毛がすごい傷んじゃうので、苦渋の決断をして黒髪にするかもしれないですけど、今はレイカはこの髪色が気に入ってます。ギャルってわけじゃないんだけど明るくしたかった。から明るくしました。そこまで明るくないと思うけど、でもみんなめっちゃ好評なんだもん。
から嬉しい。今のインカちゃんに、あ、流れちゃった。似合ってて良き、嬉しい。そうやって言ってくれるのが一番嬉しいです。嬉しいです。人形さんみたいな可愛さ、嬉しい。今のおいかたんをまんまアクスタにしたい。怖い、ちょっと。まだ暗くしないで、多分暗くしないと思うけどな。ここ2、3ヶ月くらいは。長いね、2、3ヶ月って。まあでもまだしないですよ。なんかあったっけなぁと。リンカタンはブルベです。ブルベなのにこんな髪色にしてる。ネイルはね、私ね、汚いんだよ、ちょっと今。だからね、あんま乗せれない。適当だから、これめっちゃ超適当だから、なんかあんまり見せれない。もっとなんかいい感じになってから見せたいの。次のデザイン考えてるから。でも次のデザインはもっと可愛くしようって思ってるからそしたらまたインスタに載せたいな。うん、これを見返すのはどこ見てほしい。なんかでももうアーカイブって見えなくなっちゃうんですよね。見えなくなっちゃったじゃないんでしたっけ。まだ見れるんだっけ。なんだろう、なんかラムネ見てほしいな。ラムネ楽しかったし。ネイルはそう、自分でやってます。ボロボロなの、外れちゃった。でもね、めちゃめちゃ持ったの、なんだかんだで。すごい持ってる。自分でやったら、自分で外れちゃったところも自分でお直しできるからいいよ、マジで。最近ラーメン食べてますか？超食べてる。今日もお昼食べた。やばい、デブー。みんな許してくれ、私のデブ加減を。今日もお昼食べたよ。やばいでしょ。ネイルは独学、独学というかなんか可愛いやつパクってる言い方あれだけど。寄せたように見えます。え、多分ね、髪の毛結んでるからじゃないかな。なんか結ぶとほっそり見えるんですよ。なんかここの鎖骨、ここですね、
ここが見えると細く見えるらしいんですよ、痩せて。だからなんか最近ここがここまで空いた服を着たいなって思っちゃうようになって、ここまでね見えるとこの鎖骨のこの骨が見えるとすごい細く見えるんですよ。だから多分それだと思う。実際はデブいです、本当にマジで。太ってしまったんで、普通に体重的にも。いや、そんなことあるんですよ。そう、普通に太った。だからまた痩せなきゃなっていう気持ちではあるけど、たくさんご飯を食べてしまったからしょうがない。これはしょうがない、不可抗力。お顔もシュッとしたように見えます。嬉しいな、めっちゃ食べてるのに。マジ昨日とか超食べたからね、なんか本当にめっちゃ食べてるから。今はご褒美で、いやもうご褒美でたくさん食べたんだよね。これでもかってぐらいもう食べたんよ私。なのにね、また食べようとしてるからね、今日も。今日とって深食いしてるし、あとはなんか同期のまあみんなでじゃないんだけど、まあ一部のメンバーでご飯食べに行こうっても約束してるから、またそれで太っちゃうでしょ。うん、やばいですね本当に。太ってもちょっと愛してください本当に。食べたものメールで教えてよ。やだよ、食べる、めっちゃ食べるもんだって。えいか、普通の人より絶対食べてると思う、なんか量的に。普通にめちゃめちゃ食べる、バカ食いするから。どんぐらい食べるかな、でもめっちゃ食べた。なんかだから小食の人嫌いたくさん食べる人が好き。間食はするの？え、間食しかしてないよ、もうずっと食べてる暇さえあれば。やばい本当に、本当にやばい。だからマジで痩せなきゃなって気持ちで言う。フードファイターだから、そう、私フードファイターだからめちゃめちゃ食べるんだ。この間も友達とご飯行った時にさ、え、まだ食べんのって言われて、ちょっとさすがになんか悲しくなった。まだ食べるよってって言って、ちょっと怒っちゃったけどよくない、別に人がどんだけ食べたって。私は食べたいだけ食べるんだよ。何かたん、フードファイター、いや何かフードファイターだよ絶対、めっちゃ食べるもん。悲しいもん、自分で胃袋が、自分の胃袋小さくしたいもん本当に。3000人いったらやめよう。食べる女の子好きって言うじゃん、でもその食べるのさ限界よりもさ上をはるかに食べてたらどうする、女の子が。自分の想像よりもはるかに超えた量を食べてたらちょっとえってならん？
かは SK の活動で消費してるから太らないよ。太るよ、太ります、太ります。ならない、本当にいいね、そういう人は。いい、素晴らしいよ、演歌の理想だよ。自分がかなり食べるから大丈夫。本当か、こういう人に限って食べないんでしょ、きっと。てかいか、もっと髪の毛伸ばしたいな。今ね、こんくらい。もっと伸ばしたいからね、ロングにするから、みんな待ってて。待ってます。あ、本当だ、3000人いた。ではみんな見てくれてありがとうございました。なんかご飯を食べたいと思います。お腹空いた。みんなもちゃんとご飯食べるんだよ。私より食べてね。みんなデブになってね。それでみんながデブならね、私もあ、デブでいいんだって安心できるから、よろしく。バイバーイ、ありがとう、またやるね、バイビー。あ、みんな TikTok 見てね、ちゃんと。めっちゃ TikTok 演歌見てるから、みんな誰が見て、誰が見て、誰がいいねして、誰がコメントしてるか、めっちゃ見てるから、よろしくです。バイバーイ。